平成元年台風第11.1213号は1989年7月24日から8月7日にかけて日本列島に相次いで上陸あるいは接近した3つの台風である。進路図7月23日にフィリピンの東海上で発生した台風11号は勢力を強めながら北上し27日の23時40分頃に 鹿児島県大隅半島南部に上陸した。その後は九州の再開場を北上し、朝鮮半島へと進んだ。台風の影響により、宮崎県日南市やブラツで最大風速秒速32.6メートル、鹿児島県種子島で最大風速秒速32.4メートルを観測するなど、九州地方で暴風が吹いた。なお、 1989年は6月から台風の上陸と接近が相次ぎ、7月までに台風6号とこの11号が九州に上陸している。進路図7月29日に日本の南海上で発生した台風12号は、8月1日には沖の選ぶ島の南東海上に達し、同海域で1日ほど停滞した後に東、品川を西北西に進み、 4日に中国大陸に上陸した。この影響で南から暖かく湿った気流が流入し、千葉県巨南町佐久間で426ミ、mm、リメートル、神奈川県の横浜市港北区日吉で248ミ、mm、リメートル、東京都練馬区で233ミ、mm、リメートルの日、降水量を観測するなど、関東地方から九州地方にかけての広い範囲で大雨となった。また、関東地方で、 崖崩れ、浸水被害などが発生した。進路図7月31日に南鳥島の南西海上で発生した台風13号は勢力を強めながら北上し、最盛期には強風域の直径が1 3 9 0トル中心気圧9 5 0スカルとなる大型の台風となった。8月6日の15時頃に千葉県銚子市付近に上陸した後に、 北西信市、新潟県北部から日本海へと進んだ。その後8日3時に日本海北部で温帯低気圧に変わった。台風の影響により6日に千葉県調子市で最大風速秒速21.4メートルを観測するなど関東地方から東北地方南部にかけて強風が吹いた。また6日に 福島県福島市は市総で391ミ、mm、リメートル、山形県山形市座尾山で370ミ、mm、リメートルの飛行水量を観測するなど、関東地方から東北地方にかけての山沿いで大雨となった。なお、この13号の上陸後も台風の上陸と接近は頻発し、年間上陸数は5つで歴代4位の多さとなった。ありがとうございます。